短命剣返上。今回は生鮭のホイル焼きを紹介します。良質なタンパク質、生鮭のこのオレンジ色はアスタキサンチン、抗酸化作用があります。今日はホイル焼きで食べましょう。材料は生の鮭、長芋を用意してください。今回の味の決め手は酢味噌です。酢味噌の上からすりおろした長芋をかけることによって酢味噌が鮭によく絡みます。中身がこぼれないようにアルミホイルの外側を巻きながら包みます。器に盛り付けたら完成です。酢味噌とレモンの酸味でさっぱり食べることができる生鮭のホイル焼き、しっとりとした鮭の身に具材の味が染みた長芋が絡みます。赤や黄色と見た目も綺麗な一品、ぜひ今夜の夕食にいかがでしょうか。